こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。日本の Amazon アカウントを作ったらですね、続けてアメリカの Amazon アカウントを作ると。こうすると画面変遷がほぼ一緒なんで分かりやすいんで、一応そのやり方をお勧めしてます。で、まず Amazon アカウント開設に必要なものをチェックすると。クレジットカード、登録住所。でね、ここの注意は日本と同じです。自宅または会社住所。で、バーチャルオフィスは NG です。同じオフィスでね、誰かが、Amazon アカウント削除されると、とばっちり削除されます。それからね、法人はバーチャルオフィスの住所だと銀行口座作れないです。これはね、アメリカ法人を日本のバーチャルオフィスで作る、ありえないですね。アメリカ法人だったらアメリカのバーチャルオフィスですけど、これまたね、何かマネーロンダリングじゃないかとか、なんか、変に疑われますんで、やめた方がいいです。で、住所記載方法は、日本と逆とよく言いますけど、実際にはこんな感じですね。くるっとひっくり返す感じで、書きます。で、これね、わかんなかったら、住所と振り仮名を送ってもらえば、翻訳したのを送り返しますんで、質問してください。で、それからインターネットね。もうバーチャルオフィスとかスタバやマクドナルドの無料 Wi-Fi、インターネットカフェの Wi-Fi は NG です。ね、誰かが、その同じ回線で作って悪さしてたらとばっちりで削除されます。それがパソコンとメールアドレス。で、屋号。これ屋号ね、結構悩んじゃう人いるんですけど、例えばね、フィギュアを扱うつもりだったけどね、後から、ね、結局ね、プラモデルを扱う店になったとか、ね、扱う商品は変わることあるんで、あんまりここで悩んでもしょうがないです。で、Amazon で売る場合はカート取って売るというのが主流なんで、並べた時にね、目立つ屋号にしたからって言って高く売れるわけじゃないんで、あんまり悩まずに、せめて愛着持てる名前にしときゃいいかなという感じです。で、ペイオニアから通知されたアメリカ銀行口座情報。ただこれね、今回のマニュアルだと、金曜日か。金で、土日、月だから、多分まだできてないと思います。で、できてなければ、そのままね、そうですね、進めるのか、来てからやるのか、急いでない場合はもう来てからやるっていう形でいいかと思います。で、もしね、金曜日にね、ペイオニアまだめんどくさくて作ってませんという方は、アマゾンでそのまま進められるんで、そのまま進めちゃって構わないです。もしここをね、どうするか迷ったらご相談ください。それから電話番号ですね。電話番号は0を取って入力します。で、また、例によってね、サポート会向けに、ここに書いてない小技の追加情報もあるんで、チェックしてからアカウント開設してください。で、Amazon ね、日本と同じ部分は迷わないと思うんですけど、アメリカ銀行口座及びペイオニアの登録部分と、タックスインタビューはですね、正直ちょっと迷うんじゃないかなと思います。で、ただね、今回画面キャプチャ撮ってマニュアル作ってたんですけど、たまたまね、作った方が法人で作ってたんで、途中までしか進めなかったんでですね、途中まででキャプチャが終わってます。ですんで、都合が合えば先着1名様ですね、チャットワークまたはスカイプでナビしますんで、やり方、ね、途中までやって分かんなかったとかね、自信がないから、ナビしてほしいという方はね、都合の良い日時を、3つぐらいピックアップしてお知らせください。私はオーストラリアにいますけど、日本と時差は2時間だけ、日本よりね、2時間早く進んでるだけなんで、あんまり時差は気にしないで、普通の昼間から、夜の早い時間に、の希望時間をおっしゃっていただければ大丈夫です。で、まず、日本と同じようにね、商品を検索してそこから入っていくのが、入り方としてスムーズなんでですね、まずは商品を出してください。で、適当な商品がね、思いつけませんという場合には、ヒデオホリと入力してもらうと私の本が出てきますんで、そこで出てきたらね、右側のこのセルオンアマゾンをクリックしてください。で、クリエイトアニューアカウントにチェックを移して、メールアドレスを入れて、コンティニューをクリック。でね、名前と、E メールと、パスワードを2回入れると。で、アカウント作成。で、
ここですね、ニックネームでもいいってことになってますけど、まあ、別にログインしてる時の名前はね、誰が見るわけじゃないんで、セラーの場合ですね、まあ、本名で入れちゃっていいです。本名で入れちゃった方がいいです。で、それから、アカウント作成に入って、まあ、このリーガルネームっていうのはね、必ず本名です。法的名前って意味なんでね。で、堀秀夫なら、秀夫堀と入力と。で、住所の入力、この書いてある通りで、ね、入れてってください。で、屋号を入れて、で、ネットショップの URL、まあ、これ普通持ってないと思うんでね、書かなくて結構です。で、電話。電話をね、音声で番号を、音声でっていうか、入力するのをですね、電話を受け取ってそこにプッシュ回線か音声で入れるか、プッシュ本か音声で入れるか、あるいはね、スマホで SMS で受け取って、入力するか選びます。で、スマホの場合は SMS にチェックして番号を入れます。こうね、日本のマークにして、で、日本のマークでここがね、81ってつきますんで、その後に0取ったですね、番号を入れます。で、番号を入れるとね、このスパム、防止の文字が出てきますんで、この文字を入れて、この横の黄色いボタンをクリックします。で、入力したね、文字が合ってれば、ここに、Call Me Now っていう表示が出てきますんで、これをクリックします。そうするとね、画面にこのピンが、4桁のピンが出てます。で、かかってきた電話にこの4桁のピンをですね、プッシュ本で入力するか、あるいは口で4桁の数字を喋ると。ね。5、7、2、4とかね、こんな風に日本語的発音でも全然認識するんで大丈夫です。で、正しく認識すると、この、緑のチェックがピッて入りますんで、Next をクリックしてください。で、次にですね、カード番号、クレジットカード番号を入れます。これは毎月のね、小口会員の会費を払うっていうのもありますし、本人かどうかっていうのをこのクレジットカードでね、有効かどうかで確認してますんで、支払いがなくてもクレジットの確認はされます。で、使えないクレジットカードを入れておくとね、入金がされないんで、これはクレジットカードの番号を入れといてください。次に、このデポジットメソッドを入れるんですけど、ここがですね、まだ多分来てないと思いますんで、来てれば、ペイオニアのね、画面の方でここを見てこうっていうナビしますし、来てなければですね、来てから入れるか、あるいはこのままペイオニアをここで作っちゃう形で進めるか、どっちにしてもね、この先が何しろ画面キャプチャーがないんで、やってきゃ日本みたくね、簡単にできますというわけでもないです。英語を得意ならそもそも今の私のこの動画を見てたり、私のサポートを受けてないような気がするんでですね、その場合はちょっと、苦戦すると思うんで、画面キャプチャーで質問してもらうか、あるいは、先着1名様ね、チャットワークか、スカイプでナビしますんで、ご連絡ください。また、この登録の方は、そんな形で進めていって、追加の、マニュアルの方はまた次回サポート、あるいは、質問あり次第お知らせします。以上、テンパアカデミー、堀秀夫でした。